はい、まだね、再び始めましたけどね。キャベツとツナとしめじの炒め物。キャベツ、しめじ、ツナ缶。それと、こちらは、ハヤシライス。牛肉ですね。切り落とし。入れるものは、じゃがいも、玉ねぎ、そしてにんにく。そんな感じですかね。じゃあ、どうしようかな。こっちのキャベツを先にしますかね。ツナ缶ですね。これね、油の部分をね、うまくこぼさないで。ぐらいかな。ツナ缶もね、半分ってあるけど、1個使っちゃっていいと思うんですよね。これとこれをね、炒めますからね。味付けはね、塩コショウ、お醤油少々だそうです。すごい量。すごい分量。
お塩。少しね。お塩。香り付けのお醤油。完成です。それでは、ね、始めますよ。これは牛脂です。玉ねぎ、ニンニクとジャガイモ、焦がさないようにね。ちょっとあれかな。牛肉、切り落とし、大丈夫そうかな。今ね、まあ、蓋をしちゃったんですけど、ここを見るとね、まあ、蓋を少し開けてって書いてある。こういう感じなんだね。はい、どうでしょうね。
もういいとしましょう。入れちゃえ。ハヤシライス。今日はハヤシライスだからライスでも久々にいただきますかね。ニンニクの入ってるハヤシライスってもうすごいよね。写真ですね。ハヤシライスです。まあご飯の方はこれですね。100ワットで2分だって。でもね、2分10秒にするといいんですよ。ね、まあ、ハヤシライスです。はい、それではね、まあ、こちらハヤシライスです。こちらの器に開けましょう。すごい分量。あ、ご飯ですね。500ワットで2分10秒。これですね。あ、このところはルーが溶けてないところがあったかな。このところ大丈夫かな。まあ自分で作るとね、まあ好きなだけ盛れるから欲張ってこんなに。あ、それがね、キャベツとツナとしめじかな、炒め物。いや、ね、最初に作ったツナとしめじとキャベツの、まあ、炒め物どうでしょうね。いけるいける。ツナはもともと美味しいからね。しめじ、これね、お弁当の一品に入るとね、いいかもしれない。作るの簡単だからね。わかりづらいですけど、ハヤシライスです。
玉ねぎ、じゃがいも、まあにんにく、牛肉、ハヤシライスですね。牛肉久しぶりに食べましたね。美味しいね。これたっぷりあるから本当に。たっぷりかけると余計美味しくなりますね。じゃ、ヨーグルトですね。こちらはアメリカンのコーヒー、ホットです。そして、これ撮影用アイテムね。こっちも撮影用アイテムです。ご視聴ありがとうございました。美味しかったですよ。